はいどうもじゅんじゅんです。今日も動画見ていただきありがとうございます。ということで今日はこちら X-ray パッドの最新グリップテープもらったということで、レビュー、そしてパルサーのグリップテープと比較をしていきたいと思います。さあということで今日はですね、グリップテープのお話なんですが、今回いっぱいあるんですけど、パルサーと主に比較をしていこうと思います。個人的にちょっとポイント制でつけてって、こういう点はパルサーより上だよみたいな話をですねしていこうと思います。ということで早速まずはですね、全体的なスペックというか見た目的なところからお見せしていこうと思うんですが、見た目はね全体的にこうセミの羽、セミの翼をですねモチーフにしてて、名前がシカダウィンググリップテープってですね名前なんですけども、正直セミの羽ってそんななんか吸着する要素あったかなと思いながら使ってはいたんですけども、結構表面にこう幾何学模様みたいなのが入ってていて、場所によっては X-ray パッドみたいなロゴが入っていたりします。で中身はそこそこ量が多くて、他のねグリップテープメーカーとか、グリップテープのものと比べても若干ですね、ちょっと一回りぐらいグリップテープの量が多かったりします。薄さは約 0.22mm ということで、かなり極薄となっております。でなんとこちらですね、ポロン素材を使ってまして、マウスパッドの底によく使われているような滑り止めがここに使われております。ただほぼほぼこう他のねマウスグリップテープみたいなちょっとこうゴムっぽい材質に触り心地とかは比較的ね結構似てるかなとは思います。ということでざっとですね商品概要を説明したということで、早速ですねちょっとこいつら比較をしていこうと思うんですが、まずはちょっとお値段はですね結構ダブルスコアぐらいついてます。でまずパルサーの方が980円、約1000円としましょう。1000円で X-ray パッドの方は送料込みになると2000円ぐらいします。物自体はですね1000円とか1100円ぐらいになってるんですが、送料がですね一応1000円近くかかっちゃうんですよ。中国から持ってくるって形になるので、どうしてもね値段っていうのがそこそこ跳ね上がります。そのため価格差、コスパの勝負で言うとやっぱねパルサーが1枚上手かなと思います。なのでパルサーに1ポイント。ただ値段差はあるんですが、一応ねこっちの方が量が多いっていうのと、あと除菌シートとか、あとね粘着剤除去ワイパーみたいなちょっとプラスアルファ入ってたりするので、若干値段が上がってしまうのはしゃあないかなとは思うんですが、一応ね価格差で言うとそれだけ発生します。本当ね物だけで言うとコスパはいい方なんですよ。量多いし、中国に住んでますよっていう人からしたらめっちゃ多分コスパいいんですけど、どうしてもねやっぱ Amazon のこう送料無料とかが入るこっちのがその辺は強いですね。続きまして外装、見た目のお話、これは好みはあれど、パルサーの方はもうほぼ無地、なんかちょっと表面ボツボツしてるぐらいなので、デザインを凝ってる度で言うとこっちなので、デザインに関してはちょっと X-ray パッドに1ポイント。続きましてレパートリーの差ですね。結構これはね最近パルサーようやくレパートリーをいっぱい発表しまして、一気にね最近10種類ぐらいかな発表してたので、レパートリーの量で言うともう圧倒的にパルサーの方に1ポイントって形ですね。一応 X-ray パッドの方も G プロとかね、主要なマウス4種類3種類ぐらいはね一応あるんですけども、ちょっと最近ねこいつが頑張っちゃったせいで結構ここのレパートリーの差は大きいかなと思います。続きまして X-ray パッドの最大の魅力でもある分厚さ勝負していこうと思うんですが、グリップテープって基本的な分厚さがですね 0.5mm ほどなんですね。だいたいね他のレーザーだったりホットラインとか Amazon で売ってるようなものたちの分厚さだいたい 0.5mm です。これが本当平均的な厚さなんですが、なんと X-ray パッドの方は厚さがですね 0.22mm と半分以下の分厚さになっています。これが非常にねこのグリップテープの特徴になってまして、厚いとやっぱり貼った時になんかボリュームアップした感というかね、フィーリングがちょっと変わっちゃうんですよね。それがだいたい 0.5mm のものを貼るとですね割りかし変わります。ほんと両サイドとかに貼ってしまうと結構横幅が 1mm ぐらいボンってでかくなるので、それがですねこうマウスを持った時の違和感につながってしまうんですよね。対して0.22mm、 あとはキモには 0.33mm なんですけども、この辺のねグリップテープを使ってあげるとほぼほぼこうマウスのサイズ感のフィーリングっていうのを損なわずに使うことができます。これより薄いのが欲しいって人はもう HID ラブズのゴーストグリップシート、これを買うしかないぐらい本
当に薄いグリップテープになってます。ちょっとこういうゴムっぽい素材のグリップテープの最薄ラインって感じなんですよね。なのでまあこれが一つ、まあ、大きなメリットというか特徴になってるんですけども、一応まあ今回はパルサーとね比較ということで、薄さ勝負厚さ勝負に関しては X レイパッドの方にワンポイントを入れたいと思います。あえて分厚いの貼ることによってマウスの形を変えるっていうね手法ももちろんあるんですけども、自分もねやったりするんですが、なるべく他のねマウスに貼っても使いやすい方って考えたらこっちだよねということで紹介させてもらいます。さあここまで多分ほぼほぼ五分五分でワンポイントずつ上がってきてると思うんですけども、続きまして肝心のグリップ力の話をしていこうと思います。もうざっとね今まで使ってきたグリップテープ順にこちらに並べようと思います。リザードスキンズと X レイパッドがわりかしい勝負してるって感じで、そこから下はねもう1,500〜1,600円ぐらいのAmazon とかで売られているタイプのグリップテープ、まあ、個人的にはこんな感じの順位になっております。まあ、X レイパッドのもの後発組としてはまあやや3番手4番手ぐらいにはいるというね順位になっております。でこの順位に関しては、劣化とか耐久性の面を除いて本当貼ってすぐのもの、滑りのねグリップ力の順位になっております。で汗への耐性に関してもパルサーの方が強くて、パルサーの方はちょっとねこう汗を吸収するっていう素材感になってまして、まあ、自分もすごい汗っかきなんですけど、リアルに手に汗握る戦いします。そういう方はですねパルサーの方が個人的にはおすすめです。ということでですね、まあ、2つ比べたらパルサーにワンポイントという形になります。お次、ここも重要なんですね。実は耐久性劣化的な面をお話ししていきましょう。 X レイパッドのこちら、まあ、今んとこねもらってから2週間以上は経ったかな、2週間ぐらいは使ってるんですけども、特にねなんか激しく滑りが落ちるとか滑りやすくなるとかは感じていないです。対してパルサーの方は2週間ぐらい使ってるとやっぱ汗を吸い込む、あと皮脂系がですねわりかし吸い込まれていくので、耐久性の面で言うとややちょっとね難しいところはあります。まあ2週間ぐらいでわりかし滑りが落ちて、まあ、落ちるって言ってもホットラインゲームズとかのあの辺の滑り、まあ、グリップ力に落ちていくって感じのですね印象があります。なので、まあ、最初はすごいグリップ力あるんですが、そこそこの速さで劣化していくのがこのグリップテープとなってるので、この辺ね、2つ今回比べるってなると耐久性の面に関してはこっちの方がまあ上かなとは思います。ということで以上ですね2つ比べさせていただきました。多分ポイントだと3-3とか五分五分になってるかと思います。もう戦わせるというか比較するんだったらどっちが上か決めろよってね言う人もいるかもしれないんですが、正直狙ってる層がこいつら違う感じがあるので、なのでこの辺はですね自分が欲しいと思った点を探し出して、まあ、パルサーなり X レイパッドで買っていただければと思います。多分今回ねコスパで2倍の差があるんでどうしてもこっちが選ばれがちかと思うんですが、もしね X レイパッドのマウスパッドを公式で注文しますよとか、あとマウスソールもね結構最近優秀なのを2種類ぐらい出してたので、そいつらと一緒に買いますよっていうのが一番結構利口かなとは思います。もし日本で売られる1600円1700円で売られますってなったらこれ個人的には激推しします。ちょっとやっぱね値段はネックかなとは思うんですが、普通にね薄いマウスグリップテープが欲しいって人の選択肢にはちゃんと入っていい、わりかし個人的には好きなグリップテープなので、もし気になるなと思っていただけましたらね概要欄にリンク貼っておくのでチェックしてみてください。はい、ということでご視聴いただきありがとうございました。この動画が参考になったなと思っていただけましたらチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターのフォローよろしくお願いいたします。ということでまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。